はい、はい、やっていきましょう。あ、これなんか横に倒れそうな気が。はい、行こう。オッケー、行こう。待って待って待って、どうした来た、これ狙う箱。え、なんか隙間あるじゃん。え、この箱狙うの？左の。あれ、これ、黄色いやつ。狙うの角に出るよ。マジで言ってんの？行くかな？届くの？あ、届かないじゃん、あの黄色い。いや、あれ似合うわ。ああ、そうだね、あのアンパンマンのとこ狙おう。行けるかもしれない、ね、無理だ。はい、このね、面白そうな機械と商品だったので、こちらの機械も挑戦したいと思います。どれ取ろうかな。もう乱獲でいい、乱獲っていうか適当に。え、これ。これ行く。はい、じゃあこれ行こう、これ。はい、じゃあ。バネを入れましたね。手前を狙おう。OK です。手前でいいかな。後ろの方じゃん、奥の方行く。わかんないけどね。まあ、取れなくても、ただこの機械のね、どういう感じなのかっていうのは。めっちゃ開くんだけど。やばい、なんか全然力入っちゃったって、これやばい。やばい、これクソじゃん。やめましょう。はい、まあね、このチャンネルもね、ちょっとこまごましたのばっかりね、景品を活動してるからね、こういう大きい商品にも挑戦したいと思いました。はい、これね、ストップもできんだね、これは。これさ、あの、これこのクマを追っつけるの？うん、やってみる？やってみるか。じゃあこのクマをの、あの、大体ハートの部分を追っつけるの？待って、左の行くか。左の？この、え、これ、うん、え、これ景品じゃなくて、景品じゃないからと。あー、なるほど。はい、これちょんね、これをあえて狙わない。あ、これをあえて狙わずに、ディスプレイだから取れないっていうものを取ると。そう。じゃあやってんやん。これがそのチャンネルのね、まあ、面白さでもあるんだろうね。いけ。待って、なんかこっちすごい黒いこと。ダメ。やめますか。もう一回やから、ちゃんとベックマネーだ、今度は。首をね、狙う。首元を狙いますか。はい。このチャンネルもね、UFO キャッチャー関連が多いよね。うまくね、いいんじゃない、なかなかがっちりと。おお、ダメ、ね、さっき大きい景品つったけど、こんなにも本体自体がでっかい UFO キャッチャーはね、初めての挑戦だよね。アイディスプレイだね。あ、めっちゃでかいし、すごい。これやってみよう。1回200円っていうね、たっけ。じゃあやってみましょう。200円でワンプレイ。待って、こ、画伯に入んないんだけど。すごいね、豪快ですね。大暴れじゃん。どれ狙うの？なんかカリーナと同じ感じで制限時間。カリーナっていうか、カリーナじゃない、なんかね、クジのやつ、前破壊したやつ。これ行った方がいいんじゃない？このね、このすぐそこにあるやつ。もう行きましょう。待って、何これ。うわぁ、ポンって待って、あいつは力あるんだけど、可能性を秘めてるね、これは。可能性を秘めてる、この可能性を秘めていると思ったので、やってみましょう。一回持ち上がる。すごい持ち上がってるね。可能性秘めてますよ、皆さん。ただ一回200円っていうのはちょっと、まあ痛いですね。はい、これはすごい楽しいよね、豪快で。こんなでっかくて、あ、面白いですね。アームが回転するね、引っかかって。アームの揺れが半端じゃないですね。しかもかなり力あるよね、これ。アームのね、握力っていうのが。ちょっと待って。いいですよ。細部までちゃんと角度をね、こだわってね。音が安っぽい、これ安っぽい BGM。 いきますか、そろそろ行くね。KO、 めっちゃ行くね。おお、ちょっと、うわぁ、ちょっと待って、これもうダメだわ、これ。引っ掛け、これやらせだわ。やらせですね。